笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？どうでしょう？いい感じですね。ところで、まずまずでしょうか？いい感じですね。ところで、いい感じですね。嬉しそうですね。クエストを達成しました。ところで、適正な馬体重です。嬉しそうですね。クエストを達成しました。いい感じですね。まずまずでしょうか？ご存知ですか？適正な馬体重です。いい感じですね。一番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。
さあ、12頭の下点が完了しました。体制完了。スタートを切りました。12頭。ちょっとばらついたスタートになりましたが、先頭に立つのは何か。浅草気になる。先行策。そのうち1番。大和バンディット。5番。本郷力士を。外から行こうというところ。9番。タガノマイバッハが上がってまいりました。それから12番。雪のサンロイヤル。第1コーナーに向かいます。12頭。その後ろでやりましょうか。11番。東証ナイト。そしてそのうちに。ブラスボンバー。それからもう1頭。コーキッパウェーブ。第1コーナー、右にカーブを取って。第2コーナー。そのうちに。名称解答。この辺り、ちょっと離れている。8番。型のデザイン。コンラッドが。その後ろ。富士サイレンス。さあ、前の方はどうなっているのか。さあ、福島競馬場のスタンドから大歓声が上がります。旗のデザイン、直線伸びてくるのかどうか。さあ抜けました。本郷力士を。外から加賀の場合は、さあ抜けました。本郷力士を。コンラッドが3番手。コンラッドが差を詰めてくる。コンラッド最後の一押しで届いたかどうか。次に備えましょう。1着7番、2着5番、3着8番、以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。ところで、先日の話なのですが、先日の話、何か用ですか、何か用ですか、何か用ですか。やめてもらえます、やめてもらえます、やめてください、やめてください。
ストを達成しました。適正な馬体重です。いい感じですね。ところで、いい感じですね。嬉しそうですね。先日の話なのですが、適正な馬体重です。いい感じですね。余裕の一番人気です。ただいまより商標受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは3番トリリオンカットが行く構え、ヤマニンメルベイユがそのうちにいます。そしてその後ろからエイジンニーダン、それから12番トップガンジョー、そしてそのうちにスウィフトカレント、それからもう1頭西モナーズコール、ビータローザ、その外サンレイジャスパー、ヤマニンアラバスタが、その後ろ、それからオースミグラスワン、内から1頭、4番、サイドワインダー、そして一番人気の、型のデザイン、なかなかいい感じ。緑の芝生は両方と発表されております。これが先頭、トリリオンカット。その内からは9番、ヤマニンアラバスタ、オースミグラスワン、内を通りまして、サイドワインダー、1番、型のデザイン、徐々に差を詰めます。大歓声が上がる新潟競馬場、大歓声が上がる新潟競馬場、旗のデザイン直線伸びてくるのかどうか、トリリオンカットが抜け出した。エイジン2段先頭に立った、ムチが飛んだ、竹豊と旗のデザイン、旗のデザインが3番手、エイジン2段先頭、旗のデザインが襲いかかる、旗のデザインが差を詰めてくる、エイジン2段先頭、エイジン2段が1着でゴール番を通過、2着は旗のデザイン。次に備えましょう。1着、当番、2着、1番。レースを終えた馬が戻ってきました。気合十分ですね。いい感じですね。ところで、いい感じですね。まずまずでしょうか。
一番人気ですが。ただいまより投票受付を開始します。中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。オールカマー12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。先手を取ってコスモバルク、その後ろでやりましょうか。ウィンゲネラーレ、外から1頭11番メジロマントル、バランスオブゲーム12番プロイバタイ、タイガーカフェでやります。内を通ってスルスルとメテオバーストが上がっていきました。ちょっと離れて1番ビータローザでやります。それからもう1頭グラスポジションヘアシェイディー、それから6番スイフトカレント、そしてその後ろからディアデラノビア、オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気の型のデザイン。まもなく第2コーナーに差し掛かります。型のデザイン、馬群をさばききれるかどうか。さあ先頭はメジロマントルが半馬身リード、型のデザインが間から突っ込んでくる。メテオバースト先頭、先頭柴田とメテオバースト、先頭は2番メテオバースト、外を通ってエアシェイディか、メテオバーストかエアシェイディか、ほとんど同時です。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか？